林道はここまでみたいなね。道は多分そこなんかありそうな感じはするけどね。ね、ここから多分ね、山に登るんでしょう。ここからずっと登山ルートありますね。まあこれは次にしましょうね。よいしょ、次にしましょう。あんまり深追いしない。ちょっと電池が一つ調子悪いね。充電ができてなかった、たまに GoPro は端子の接触悪いんだろう。充電してるつもりでもね、充電できてない場合がある。まあ GoPro の欠陥です。これで2回目です。虫が多いからね。これは虫がものすごいんだ。プン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 顔の周りに。はい、まあ気をつけて降りてくださいね。基本的に電池が、だから今日はね、マックス電池の本数から言うと3本健在かなと思ってたら1本ダメだったんだ。だから全部でだから4本のつもりが3本になったんだ。だからまあ2時間半っていうところかな。2時間半も取ったらいいわよ。3時間半取れるところが2時間半になったんだけど。はい、うわ太いねこれ。もったいないねこれね。製材すれば結構なお金になると思うけど、太いからねこれ。車でここまで上がれるからね。チェーンソーでガーンと切って製材所を持っていけば結構売れるんじゃないか。2、3万にはなるんじゃないか。いい林道だね。
涼しい。これでは涼しいですね。しかしこんなところに山に登る登り口があったですね。ちょっと一回来て登ってみないといけないな。また一つまた一つ楽しみが増えてる、ね、こんなところに誰も知らない山。結構山っぽくなんか乗ってるかもわからない。